袴田岩尾3月10日台は日本の元プロボクサー。世界ボクシング評議会名誉チャンピオン。冤罪の可能性が取り沙汰される袴田事件の被告人。2014年に死刑執行停止、釈放されたが無罪判決が出ているわけではないため、現在も死刑囚という扱いになっている。静岡県浜名郡遊党町生まれ、中学卒業後にボクシングを始め、 アマチュアでの戦績は15戦8勝7敗、うちノックアウト7。1957年静岡国体に青年バンタム級出場。プロボクサーを目指し、1959年に上京して、富士県東クラブに入門し、岡本富士に支持する。1959年11月にプロデビューし、全戦績は29戦16勝10敗3分で、 最高位は全日本フェザー級6位。1961年5月、身体の不調のためプロボクサーを引退する。年間19戦は日本最多記録。再起を期しつつ、静岡県清水市横綱の有限会社大小金味噌、橋本東作商店に就職。1966年6月30日に、同社専無択で後に、袴田事件と呼ばれる。 強盗法火殺人事件が発生8月18日容疑者として静岡県警察に逮捕された。当初は無実を主張したが警察の取り調べに耐えかねて自白をして聴書を取られたが自白聴書は1通を除いた44通は裁判所で証拠採用されなかった。後半では一貫して無実を主張したが1980年12月12日 最高裁判所で死刑確定。弁護団による二度の再審請求などを経て、2014年3月27日、静岡地方裁判所が再審開始と死刑及び高知の執行停止を決定、東京高知署から釈放された。同年3月31日、静岡地方検察庁が東京高等裁判所に即時広告。2018年6月11日、 東京高裁は再審開始を認めない決定を出した。東京高裁は高知の執行停止は取り消さなかった、ため釈放は維持されたが、袴田は現在なお死刑囚のままである。1992年8月15日、袴田岩尾さんを救う改変、主要、いつまでですか。無実の死刑囚、袴田岩尾国中書館が、新疆出版社から出版される。 2003年3月10日、保坂信と衆院議員と面会。弁護士とは12年振りの面会となる。国を相手に勝訴し5億円の賠償金を手に入れたと思い込む、袴大和を吸収した全能の神を自称する姉を姉の偽物として疑う等の精神面の不調を見せる。2010年5月29日、事件と裁判を描いた映画、ボックス。 袴田事件命とは、を公開。2014年4月6日の大田区総合単位区間にて、世界ボクシング評議会認定名誉王者のチャンピオンベルトが贈られた。5月19日に、後楽園ホールで行われたボクシングの非ファン感謝イベントに本人が来場し、贈呈式が催された。2016年2月、映画、袴かま岩を、夢の間の世の中、を公開。 2018年7月、映画48 years 沈黙の独裁者が、熱海国際映画祭で特別賞を受賞、同年12月、浜松で公開。ありがとうございます。